ブライアン・ストュアート・マック・リーンは、北アイルランドとスコットランドのサッカー選手、元北アイルランド代表、ポジションは DF で、主に CB を務めるが、両 SB もこなすことができる。2006年3月にスコティッシュ、プレミアリーグ月間若手選手賞を受賞する活躍を、したが、スコットランド U-17 代表として、出場していたことを、 アイリッシュフットボールアソシエーションが把握せず、彼の21歳の誕生日を待たずして、北アイルランド代表として出場させてしまったため、それ以降の代表出場を果たすことができなくなった不幸な選手である。スコットランドのサウスラナークシャーにあるラザーグレーン出身で、レンジャーズ FC のユースに在籍した。そのままトップチームに昇格したものの出番はなく、 マザーウェル FC に2005から06シーズンにレンタル移籍した。そのレンタル移籍中の2006年3月にはスコティッシュプレミアリーグの月間若手選手賞を受賞した。翌4月にはこの活躍によってマザーウェル FC に完全移籍を果たした。2008年7月18日にはプレシーズンの親善試合でルーマニアの CFR クルジュと戦ったが、その時に アルゼンチン人のストライカーであるディーゴ・アレハンドロ・ルイス、シェクナーのタックルを受け膝に大怪我を負った。その後2009年3月28日の2から1で勝利したインバネス・カレドニアン資する FC 戦まで復帰とならなかった。2009年7月1日には2年契約でスコティッシュ、プレミアリーグのフォルカーク FC に移籍した。エディ・メイ監督が 初めて契約した選手となったが、2010年に、クラブは、スコティッシュフットボールリーグファーストディビージョンに降格した。2010から11シーズンが終わると彼は、同チームを退団した。その後、トライアルを経て2011年8月2日に、イングランドのフットボールリーグ1に所属する、プレストンノースエンド FC と2年契約を交わした。このクラブでの初得点となったのは、 ノッツカウンティ FC 戦で、ポール・ペリーのコーナーキックをヘディングで合わせての得点であった。2012年5月に移籍リスト入りとなった。2012年6月14日には2年契約で、ダンディ・ユナイテッド FC に移籍した。2013年7月25日には、お互いの合意のもとにダンディ・ユナイテッド FC を離れると発表され。 同月30日にロスカウンティ FC へと移籍した。2013から14シーズンが終わると、ロスカウンティ FC を退団した。2015年2月16日には、S リーグに所属する、ブルネー d PMMFC へ移籍した。S リーグでの初得点は、同年4月4日に行われた、ホーガンユナイテッド FC 戦であった。S リーグ初年度からチームは、同リーグを制覇した。 スコットランドで生まれた彼であるが、家庭の関係上北アイルランド代表に選出される権利も持ち合わせていた。しかし、2002年に欧州サッカー連盟主催の大会でスコットランド U-17 代表として出場したため、21歳の誕生日を迎える日まで北アイルランド代表として出場する権利は持ち合わせていなかった。 不運なことにアイリッシュフットボールアソシエーションの引き起こしたミスで彼は21歳の誕生日を迎える前に北アイルランド代表として出場してしまい、これによって代表として出場する権利を失ってしまった。父は元サッカー選手のスチュアート・マックリーン、兄はスコットランドサッカー協会に所属する審判のスティーブン・マックリーンである。ありがとうございます。